気持ち悪いな、やっぱな。カオルくん、一番の、今回のさ、一番の狙いだったんだけどさ、やはり気持ち悪いな。第4弾だよね、今回ね。第4弾にしてね、カオルくんがね、登場したんだよね。これはメインディッシュのメインディッシュだよな、カオルくん。あとさ、暗黒猫とかもいて、他にもラインナップがさ、多々あるんだけど、その中でも、ダントツでさ、もう、カオルくん、今回のメインディッシュのメインディッシュはもうカオル、暗黒猫、かっこいいね。すげえ、めちゃめちゃよくできてる、暗黒猫。で、ま、あの、ブックレット見るか。まずは、お決まりのこの、ブックレットのね、これカプセル自体がニャンコになってるから、かなりサイズがね、でかいという。で、これ武器、剣とかシールドが、カップキャラ、ニャンコ大戦争、第4弾、全部で5種類あるんだけど、あの、猫フィーバーとか、暗黒猫、猫モヒカン、ガラス猫、カオルくん。俺ね、めちゃめちゃ欲しかったのが、カオルくんとガラス猫なんだよね。この2体がマストでゲットしたかったんだ。なんとかね、ゲット3回でゲットできた。暗黒猫も欲しかったけどね。この今回は全部で5種類ということで、今開けたのが、ダディー暗黒猫であると。まずこう組み立てて、耳とか後ではめ込むタイプだから、じゃああの、とりあえずパーツをね、出しまして、シールドと剣があるから、全部でこうパーツを形に合わせて耳をセッティングと、こうだな、こっちに合わせて、で、こっちも形に合わせてお耳をね、セッティングしまして、カチャコと。そして、合ってるよな、これ、向き。こうだよね、向き合ってるよね。おー、ほんとこのシリーズ、サイズがさ、あの、でかくていいよね。大きさがマジでっけんだわ、こいつら。カプセル自体がさ、あの、猫ちゃんになってるから、シールド。おー、かっこいい、すげーでけ。で、剣を持たせて、暗黒猫ちゃんが、素晴らしいね。で、下のね、ここにね、足裏返すの忘れとった足。足をね、あの、最初に裏返しとかなきゃいけなかったんだけど、裏返すの忘れてた。で、裏返して足をね、出して、足ねえなと思って。足裏返さなきゃね、ダメだね。足を裏返してから本当はこう、組み立てるのだが、ちょっと順番逆になっちゃったけど、で、剣がね、取れちゃったから、剣をまた戻して、足がちゃんと4つ、ね、セッティングできたので、これで自立も可能と。暗黒猫かっこいい、やっぱ。かっこいいと思ったもんな、暗黒猫。欲しいやつ全部ゲットできてよかったわ。3回でスムージーにあの狙いのやつ全部ゲット。まあ、コンプしてもよかったんだけど、あの、被るまでやってもよかったんだけどさ、とりあえずあの、欲しいの全部出たからここでやめたんだよね。次、この、スケスケのガラス猫であると。ガラス猫はね、あの、前回のキッズ、第2弾の方でも出たよね。ちっちゃいやつね。あの、キッズの方でも来て、こっち、あれなんかレア枠っぽい感じで来てたよね。一応あの、書いてあったんだけど、ラインナップにはなんかシークレットっぽい感じで、スケスケだね。ガラス猫。ちょっと暗黒猫よか、ボリューミーな感じはしないけどね。暗黒猫はさ、あの耳とか、縦とか全部あの別パーツだったらさ、ちょっとあの、でかい感じはするんだけど、こっちはちょっとちっちゃい、ワンサイズちっちゃい感じがする。ガラス猫ね。で、こう合わせる。足をね、変えて合わせるだけで、暗黒猫が完成ということで、合ってるか。あ、こうだね。できた!ガラス猫!風鈴みたいだね。風鈴猫ちゃん。おー、ガラス猫の儚さが。醸し出されているよ、このクリアパーツから。素晴らしいね。で、ここまではまあね、かっこいいのとかわいいのなんだけどさ、次が気持ち悪いんだよ。一番最初に見た通り、カオルくんがね、今回ラインナップしていく。いや、カオルくんのさ、ラインナップずるくない？絶対欲しいじゃん、こんな。いや、どうしよう、これもう一個ゲットしようかな。色塗りたいね、一個。カオルくん。気持ち悪い。マジ気持ち悪いんだけど、これ。カオルくんのラインナップ最高だったわ。もう見た瞬間に絶対欲しいと思ったもんね。カオルくん、ダディ見て。カオルくん。すげえ。あのカオルくんが立体化。え、めっちゃレアじゃないこれ。あのカオルくんがだよ。立体化している。トトトトトトト。トトトトトトト。で、中身を開けますると特に何もないと。足もついてるしね。足がついてて、あの、組み立てが全くないっていう。暗黒猫がさ、今回組み立て一番あったんだけど、カオルくんは組み立てがないと。中のブックレット出すだけだからね。まあ、ブックレットはあの、このまま飾るからしまっておいても全然 OK だ。このままね、封印して、ブックレット封印して、しまっておいても全然 OK だけど、これカオルくん色塗りたいからさ、俺、色塗っちゃおうかな。渋く塗りたいよね。カオルくんね、すっげえ気持ち悪い。これ飾ってあったら、にゃんこ大戦争知らない人さ、なんだこれって、でも知ってる人だって、おー、カオルくんやんけーってなるよね。すげえ、カオルくんじゃ何これ、これガチャだよ、つって。
このガチャでゲットできるんだよってね、速攻やりに行くだろうな、カオルくんゲットできるなんて。ということで、今回は、カップキャラニャンコ大戦争第4弾のね、開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、もう、ガラス猫はもう綺麗だけど、やっぱね、カオルくんが今回おすすめかな。カオルくんが俺の一番の推しだから、みんなもぜひね、カオルくん狙ってやってみて。暗黒猫もすごいかっこいいよ。暗黒、いや、どうしよう、コンプしようかな。でも、猫フィーバーと猫モヒカはまあ、フィギュアショップでね、多分ゲットできると思うから、絶対欲しかったのがさ、今日カオルくんとガラス猫だったから、うまい声出てくれたからね、暗黒猫もゲットできたし、あと猫フィーバーとか、猫モヒカは中古ショップで狙ってコンプしようかなと。それではではまた次回、次のね、カップキャラ、ニャンコ大戦争第5弾の開封レビュー動画でお会いしましょう。いや、すげえよかったわ。ガラス猫もめっちゃ綺麗でいいな、あの暗黒猫もかっこいいしね。やっぱ剣とシールドがあるからね、ソード&シールド。かっこいいよな。しかしやはり、カオルくんでしょ！文句なしのナンバーワンじゃない、これ。いや、いいね、これ気持ち悪い感じ。カオルくん、最高だな、これ。マジ、もう一個欲しいな。なんで、中古ショップとか探してみよう。まあ、ガチャでゲットしてもいいんだけど、ガチャだとね、狙いの出ないことが多々あるからさ、まあ、当たり前だけど、正直ガラス猫ももう一個欲しいんだよな。いや、すげえいい感じだわ。ほんとこれ、カオルくんめっちゃ気に入った。今回のナンバーワンちのナンバーワン。マジでもう一個絶対ゲットしよう。